昨日はですね、知恵の輪祭りという、神社でやっているやつだったんですが、そちらの方の、野外ライブに急遽出ることになってですね、弾いてきました。もうね、得点自分で評価できないな、なんだかよくわからない感じになっちゃいました。歌はまあまあなんとか歌えたかなと思うんですけど、ギターは結構ボロボロだったんじゃないのかな。ですね、YouTube の方を見ていて、上手なギタリストの方が、ちょっと教えてる動画があるんですけれども、名前ちょっと忘れてしまってど忘れしてますが、その彼が弾いているのにこの親指のピック、これだけをつけて、弾いているところがありました。これが、あれ？これいいかもしれないなと思ったんですけれども、このところだいぶ迷走しているのは、昨日もそうですけれども、なんかこう場によってですね、自分の歌と合わないのでピックは使わなかったんですが、昨日のように、野外とかだとちょっと心もとないなと思ってピックで弾きます。でピックで弾くとなんかちょっと感じが変わっちゃうんですよね。で、理想としては、こんな感じのギタリストとしてギタリストになりたいんじゃない、自分の伴奏がやりたいんですけれども、全てをやるにはものすごく上手くならないといけないと、それと弱いんですね、自分の音がね。でこれが、気になって、どうしてもピックでストローク、このところちょっとストロークでやる、曲を増やしたりなんかしていたんですけれども、例えばね、こんなスピードじゃなかったっけな。爪先立てて、空の雲行きは怪しいんですけれども、今日一日うちで雨だから仕事しようと思っていましたが、2個も、ですけれどもがつきましたが、ピックを買いに行きます。これは仕事のフラストレーションもあるかもしれません。こんにちは。ちょっとピックを見に来ました。結構いっぱいあるんだね。こんな形なんだ。今日はこの少し柔らかいタイプのやつを3種類ほどちょっと買ってみようかと思います。ですね、まあ、これでうちのギター人生がまた少し方向が変わるかもしれません。はい、買いました。あ、450円が映っちゃった。1個150円ぐらいのものなんですが、こいつだけちょっと高いです。ちょっとこれを弾いてみます。できもしない。これちょっとベルトが邪魔じゃない？これ切ってもいいのかな？
それか、やり方をちょっと間違えてるか、あとでいっぱい見てみます。ちょっと弾きにくい。慣れですか、やっぱりね。街の外れの